機内科産婦人科ゆいクリニック島袋文です。質問にお答えしたいと思います。おでんを作りたいけど練り物の添加物が気になるんですけど、野菜だけでおでんって作った方がいいんですかっていうことの質問なんですけど、今おでんって思うかもしれないんですけど、これ質問もらったのずっと前で宿題を抱えて今更のようにちょっとお答えしたいと思います。今梅雨も明けてね、これから夏真っ盛りってところなので、このあと夏が終わって秋になって寒くなってくる時期の参考として聞いてもらえればいいかなと思います。で、ゆいクリニックではですね、基本的に食品添加物が入っている加工品を使わないというお料理をお勧めしてるんですね。なので、おでんの定番であるはんぺんとかがんもどきとか、ちくわソーセージかまぼことかはね、具材、昔普通に食品添加物はありでもそういうものも使ってた時代もあったんですけど、こういうのってすごく美味しいんですけど、やっぱり体に良くないってことでこういうの一切使わなくなった。自分の子供の子のイメージだと、おでんっていうとはんぺんとちょっと揚げたかまぼこ、ごぼう天みたいなのとかね、ああいったのがすごい、ごぼう巻きとかって食べてましたね。ちくわが揚げたようなので、これが美味しいって言ってよく食べてたんですけど、こういうのはやっぱりすごいたくさんの添加物が入ってるってことで、そういうのを使わない具材、大根、ゆで卵、あと野菜だけってところでは、野菜だけのおでんってなんかちょっと物寂しいって感じちゃう、なんか物足りないって感じちゃう場合には、鶏肉ですね、それも骨付きの手羽先とか手羽元入れると、骨からの出汁がよく取れるので、すごくこう味がなんていうのかな、出汁が取れ、より出汁が取れる。野菜だけでもすごいいいお出汁で美味しくなるんですけど、それだけじゃ物足りないっていう場合には、鶏肉入れるとかなりソーセージとかね、はんぺんとかそういった練り物がなくっても満足度が高いおでんになるんじゃないかなって自分のこう食べた感じでは思うんですけど、皆さん自分の好きな具材で作ってもらう、ただし添加物なしがおすすめってところですね。で、じゃあ大おでんの具材どんなのって言って、定番大根ですよね。あと、ゆで卵とかこんにゃく、豆腐、白滝、じゃがいも、昆布、人参、ごぼうとかね、あと椎茸すごい美味しいですね。で、それで干し椎茸を使うとより出汁が出る椎茸があるんですね。であとキャベツとか白菜とかを巻いてあげる、おでんにこういうのも入れちゃっても美味しいかなと思います。で、野菜だけのおでんのレシピはこちらになるんですけど、出汁も全部野菜で取るベジタリアン、もう完全に野菜だけだとビーガンになるんですけど、そういった方向けのレシピになりますね。で、こちらの方は甘酒、こっちも甘酒を使ってるんですけど、より甘酒の甘みが出てコクが出て美味しくなると。あと高野豆腐使うとね、すごいね、味も出るしね、また栄養もむっちゃ取れるので、この高野豆腐はおでんにおすすめです。高野豆腐ってすごく栄養が凝縮されていて、タンパクも取れるし、いろんな栄養が取れるので、すごいおすすめ食材になりますね。で、おでんの定番具材としてね、はんぺんとか入ってないとおでんとしてもちょっと寂しいなって感じるかもしれないんですけど、まずはちょっとおでんのイメージを変えてもらうといいんじゃないかなと思います。で、このおでんの定番具材の練り物たちっていうのはですね、ものすごいいろんな添加物が入ってるんですが、その中でもですね、食品添加物って言っても何なのっていうところでは、酸味料、pH 調整剤、乳化剤、膨張剤、結着剤、乾水、結着剤2つ書いちゃってますね。こんな名前でね、リンが入ってたりするんですよね。で、リンを取りすぎると骨がもろくなってしまったりとか、あとリンが多いとですね、鉄やマグネシウムなどの大切な栄養吸収を邪魔してしまったりするんですね。で、鉄不足っていうのはもう本当に特に女性ですごい多いんですけど、子どもの鉄不足っていうのは発達の遅れに関係したりもするし、あと記憶力とか疲れやすさとかっていうのも悪影響を及ぼしたりすると。あと頭痛や息切れ、冷えとか、あと睡眠にも影響、悪い影響を及ぼしたりするんですね。鉄不足が結構ひどい人で、鉄を補充したらですね、
朝起きた時にすっきり起きてお弁当が作れるようになりましたって感動してる人がいました。もうそれぐらい自分で自覚してない体調不良をずっと抱えたままこんなもんだと思って頑張ってる人がいるってところでですね、添加物をやめてしっかり栄養をとって、まあとってもひどい鉄不足だったら一時的に鉄をお薬なりサプリメントなりなりで入れると。ただサプリメント、市販のサプリメントね、鉄入りなんとかっていっぱい宣伝されてるんですけど、そういうのはすごい粗悪品でお金の無駄遣いだし、そういうのにも結構添加物が入ってるんですよ。なのでできれば市販のサプリやめて、まあ、保険のお薬も好きはちゃんとした、ね、医療機関専用の、サプリをもし使うんであれば使うことをお勧めします。で、まあ、基本的にですね、食べ物の、添加物いろんなのがありますけど、まあ、例えばはんぺんの例として、こんな感じの原材料ですよってところでは、発酵調味液とか調味料括弧アミノ酸など増粘多糖類なんていうのが、この何なのかわからない食品添加物になりますよね。あとちくわの方でも発酵調味料入ってるんですけど、あと植物油、これがですね、トランス脂肪酸のすごい体に悪い油になりますね。で、それからこのエキスって書いてあるのも結構ね、添加物で加工されてたりする可能性があるんですよ。で、ソルビトールっていうのは、まあ、比較的安全と言われている甘味料ではあるんですけれど、まあ、添加物になりますね。で、まあ、ハムやソーセージ、あとチーズ、それから缶詰、佃煮、煮豆とか味噌とかにもね、たくさんの添加物が入ってたりするので、まあ、原材料を見ながら自分が知らない名前があったらやめといた方がいいよというところですね。で、加工でんぷんとかもやっぱりいろいろ良くない加工されているものっていうのは、その過程でですね、何かわからない化学物質が含まれている可能性があると。で、これ一つ一つは安全って言われてたとしても、一緒に入っててどう体の中で反応するのかわからない。だからこそ食品添加物っていうのは避けた方がいいよってところなんですね。で、あとはですね、リンを含んでる可能性があるものとしては、さっき挙げたこういう食品添加物、以外にもイーストフードっていうのもリンを含んでる可能性があるということでですね、イーストフードベーキングパウダーっていうふうに書かれてたりもするんですけど、発酵させるものでですね、パンとか大量に作られる菓子パンとかね、焼き菓子とかっていうのに関してもやっぱり要注意かなというふうに思います。で、一括表示の酸味料とか香料とかっていうのはね、本当何が入ってるかわからない、何種類入ってるかわからないってことで避けた方がいい。で、リンに関しては詳しくこっちのコラムで上げてるのでまた見てもらえたらいいんですけど、まあ、リンの問題点としてですね、通常は一定に保たれてるんですけど、食べ物とかであまりにも大量に入ってくるとですね、血液中のリン濃度が増えて、骨のカルシウムが血液中に溶け出して、これを一定に保とうとするものですが、骨が脆くなってしまうんですね。あと、たくさんのリンとカルシウムがくっついて血管の壁にくっつくとですね、血管が硬くなってしまうということで、心臓の病気とかね、いろんな体の不調をきたすことがある、動脈が硬くなってしまう病気ですね。なので、まあ、リンっていうのは取りすぎない方がいいよってところです。で、食品添加物に関してはもう学ぼうと思ったら本当そこがすごい深い。うちもこの間3時間ぐらいの講義聞いて、改めて、はあ、なるほどって思ったんですけど、まあ、これぐらいいいよねって言って、もうたくさんの添加物に私たちさらされてしまってるんですよ。だけど、本当に一つ一つ大丈夫だって言って、日本ではたくさんの食品添加物が放置状態だから、消費者が賢くなって避けるようにしなければ、私たちはもう人体実験で30年後、50年後にたくさんの食品添加物を取って、どれだけがんが増えるのかとか、どれだけ心臓病が増えるのかとかね、そういうのはもうデータとしては出しようがないんですけど、病気がたくさん増えてきて何が原因かわからない、で、それでいて医療費をたくさん使い続けるっていうことに、ね、なりかねないということで、ぜひやっぱり食品添加物に関して勉強して、これぐらいいいよねって、たくさん取りすぎていた食品添加物をできるだけ減らして、加工品をなるべく取らないようにするっていう風な生活をするっていうことをお勧めしたいと思います。で、なので、まあ、おでんに関して言えば、まあ、練り物の、入ったおでん、定番具材じゃないおでんっていうのをね、作って食べるといいんじゃないかなと思います。以上ですね、食品添加物と練り物の添加物っていうことでね、ちょっとお話ししました。ありがとうございました。